最近好調ですが、このきっかけっていうのは何かあるんですか？そうですね、やっぱり一番はもうお客さんの大声援と、前の、若い選手がですね、言ってくれてから自分がすごく展開に恵まれていることが大きな要因ですね。はい、でもその、ね、前の選手が言ってくれても、米島選手がしっかりそれをものにしているっていうのが、ね、展開をまた好調の良さなんでしょうね。そうですね、それはもうお客さんの声援のおかげです。素晴らしいですね。明日、明後日も熱い声援よろしくお願いいたします。さあ、そして今日初連携のアダニア選手の番っていかがでしたか？そうですね、今日はもうバックストレッチラインがですね、すごい向かい風なんで、ですね、だからお客さんの方もそちらの方を参考にしていただければ幸いだと思います。それはバンテの、ついてても感じた風でしたか？そうですね、今回は感じます。はい、その中でアダニア選手まくって。そうですね、だからアダニア君の足がもう強いということです。はい、そして直線伸びましたね。 ありがとうございます。本当にありがとうございます。足の感じはどうでしょう？足の感じはもうすごくいいです。はい、ということはまた明日、明後日も期待してよろしいですか？そうですね、はい、期待しておられるよう頑張ります。では明日、明後日への意気込みを最後にお願いします。そうですね、明日も一生懸命一層一層力を込めて、走っていきます。どうぞよろしくお願いします。おめでとうございました。米島健司選手でした。大きな拍手でお送りください。